吉さん、空飛ぶタイヤですか。なかなかいいドラマだったですよね。あれはですね、会社がでかすぎて筋が通らない、まあそんなことをね、リアルな話と同期して映画にした、すごくいい作品だったと思います。あれはね、中村徹バージョンと、永瀬優也バージョンと、2タイプあって、両方ともよかったですね。うん。まあで、あの、なんて言いますかね、組織が強かった時代ってのは、 あったし今でもものすごく大きな組織でもだんだん個人も組織と同等の力をテクノロジーのおかげでつけれるようになってそれが今なのかなと思いますね、まあ、ちょっとゆがんだ形ですけども最近ねまたねあの「ヤクザと家族」っていうね映画を見たんですよ舘ひろしさんとか綾野剛さんが出てるやつなんですけども、まあ、これは、まあ、平成の初期それから平成の中期 またあ令和の時代というふうにねあの、まあ、大体20年ぐらいは仕掛けでやってる物語だったんじゃないかなと思いますけどもまあまあ少年時代いろいろとやらかして自分の行き場所をヤクザという世界に求めた主人公の野剛さんがですねヤクザ組織に入って、えー、そこでね、あのーまあ、肩で風を切るようなそんな日々を送るわけですけどもある時 えー、まあ事件で14年間刑務所に入ることになって久しぶりにシャバに出てきたら随分と世の中が変わってきてまあ暴対法っていう法律とあとは条例でですね、うん、まあ暴力組織がなかなかうまく動けなくなってきたとでそれこそ暴力なんて働いていないのに3人集まったらもう逮捕の要件が揃うとかね指定暴力団になると。 まあそれから建物も使用禁止命令が出て取り壊しに行政処分になったりとかねそういった形で組織で活動することをものすごく制限されて地域や社会からつまはじきにされてで仮にその組織を抜けてもう暴力団ではなくなっても5年間は暴力団と同等とみなすというようなねそんな5年ルールがある中でものすごく苦しい時代を過ごしていく。 まあそのドラマがね、えー、まあものすごく今の時代にあ気持ちわかるなみたいな感じでねよく迫ってくるんですよね。でも反面この映画の中でもあの語られていたんですけどもあのいわゆるね半グレって言って暴力団とかヤクザっていうふうにカテゴライズされていない個人活動ならいくらでもこうできるわけですよね。もちろん違法行為が多いんですけども。 でも違法してないのに指定暴力団っていうだけで締め付けられる旧世代のいわゆるヤクザ組織とそれからまあヤクザなんていう徒党は組まないんだけどもある時は群れになって集団の論理で無法をやり散らかすとで個人に戻ると責任追及されないっていうねまあ要するにそんな感じでまあいわゆるダイヤの。 空もの世界ではね表の世界なのかもしれませんけども表の世界も裏の社会も組織の理論はなかなか筋が通らなくなってきたけども、うん、だけどもね個人になると合法非合法合わせて結構やりたい放題なのかなというところですよね。うんまあ、そもそもその個人っていうものが弱いから組織を組むようになったのに今は組織がねものすごく融通の利かない困りの効かないものになってきたというのは。 これままた時代ののの変変化、化テクノロジーの変化なのかなかと思います、まあ、つまり時代ってのは何かっていうとテクノロジーが変わったってことなんでしょうね、うん、だから時代が変わったっていうのはそのテクノロジーを使ってる人と使えない人の、まあ、この狭間なのかなという気がしますねはいじゃあ今回はヤクザと家族とってもいい画なんで、えー、見ていただきたいかなと思います、うん、YouTube でもねご覧いただけると思います、えー、2000円ですけどもね2000円払ってもしくは1500円払って 有料課金してぜひご覧ください。それだ。